ワールドキャラバン新シリーズありがとうの手紙、マラブ君はフィリピン2回目の2週目ですね。前回セブ島でしたが、はい、今回はこちら、レイテ島に向かったということなんですね。第二次大戦の激戦が繰り広げられた街、そういう印象なんですけど ね、 そ、 うですね。そして先週もお伝えしましたが、フィリピンのありがとう、フィリピン語でこちら覚えてますか、サラマットということですね。さあ今回マナブ君はどんなサラマットの出会いがあったんでしょうか。ご覧ください。レイテ島に来ました。うわー、ずいぶん派手な車たくさんありますね。それにぎわってますよ。マナブ君が到着したのはフィリピンの中東部に位置するレイテ島のタクロバン市。この島は第二次世界大戦中、アメリカのマッカーサー元帥が上陸した場所として記念碑が作られている場所でもあります。そんなタクロバンでとってもよく見かけるのがこれ、ジプニー。すっごく派手な車ですよね。このジプニーは15人ほどが乗れる乗り合いバスで、好きなところで乗り降りできる、市民にとって非常に便利な乗り物です。しかもデザインを競い合うかのように一台一台がとても個性的なんです。ではこのジプニー、一体どのようにして作られているのでしょうか。その工場に行ってみることにしました。向こうではジプニー作ってますね。あれ、これベンツのマーク逆さになってますかね。今何してるんですか。燃料タンクを取り付けてるのさ。これってベンツですか。ああ、それはただの飾りだよ。もともとジプニーとは米軍が払い下げをしたジープを改造したものが始まりでした。エンジン以外のほとんどを手作りで再生し、今では車であれば何でもジプニーに変身させてしまうのがこうした車屋さんで働く人たち。完成するまで1台あたり1ヶ月はかかるそうです。あ、これ日本のトラックですね。あ、これ今から修理するんですかね。こんなところに日本のトラック、もしやと思いつつ近づいてみると、あれトラックじゃない。あ、これジプニーですね。もはや後ろの部分はすっかりジプニーのボディへと様変わりしていました。これはトラックのフロント部分をそのまま残すタイプなんですって。どんなデザインでも任せてよ。ちなみにこのトラックタイプのジプニーは1台40万ペソ、日本円にしておよそ90万円するのだそうです。日本から届けるありがとうの手紙、今回は埼玉の大学生笹川さんから預かった手紙です。彼女は2年前フィリピンで体験学習をした時にお世話になった森永という先生へ感謝の気持ちを伝えたいと言います。あ、こんにちは。この方がローランド・ボリナガ教授、フィリピン大学の保健衛生科学レイテ校の先生です。先生の仕事は将来医師や看護師を目指す生徒に保健衛生の大切さを伝えること。貧困層が多いフィリピンでは衛生に対する関心がまだ高くありません。そこで先生は今年2月にこの島の南部を襲った土砂災害にも話題を移しながら、衛生に気を使うことによって防ぐことができる二次災害について熱心に教えているのです。将来この国の医療に携わる生徒たちは